11月18日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて104円78銭高い 17,967 円41銭で終えています。取引中には 18,000 円台で推移する場面があったんですが、結局終値としては 18,000 円に届かずに終わりました。ただ株価水準として、1月以来10ヶ月ぶりの高値ということには変わりはありません。トピックスも5ポイントの上昇で1428でした。東証2部指数日経ジャスダック平均がプラス、マザーズ指数は小幅ながら下落しました。日経225の冷やしチャートをご覧いただきましょう。今日は一番高いところで 18,043 円ということで、1月以来の10ヶ月ぶりの高値圏で推移しています。為替の方が、かなり円安に進んでいました。今日はドル円が110円台の半ばということでありました。これを受けて外需銘柄、輸出銘柄中心に資金が流入、日経平均も104円高で終えています。終値で 18,000 回復はなりませんでしたが、10ヶ月ぶりの高値というのが日経平均の動きでした。こうした中で、これまで東京市場を牽引してきた銘柄、トランプ大統領決定後に東京市場を牽引してきた銘柄にやや陰りが見られます。例えば保険株8766と東京海上であります。この東京海上も自動車ですとかメガバンクと同じように、トランプ大統領決定後の日米の金利上昇を好感して、このように右肩上がりを演じていました。ただ今日は高値圏での陰線が現れています。高値圏、特にこの足元のように急騰していますと高値すぎるんではないかと、高値警戒感も漂っているところですが、高値圏で陰線が出現したということで相場が天井と、通常の解釈ではそうなりますが、今日は 1.3% 安で終えています。東京海上については今日場中に決算発表と、それから通期の業績見通しの情報修正、そして自社株買いを発表しています。このあたり好材料、情報修正と自社株買いですから好材料なんですが、さすがに高値圏にあるということで今日は売り物に押されています。リブ売りの他にも決算等を発表しましたので、材料で尽くしと見る売り物も向かったようです。今日は高値圏で陰線、マイナス圏で終えています。来週以降の動き注目されるところです。一方で今日資金の物色、ここ先が向かったのが中古型株であります。こちら東証マザーズ上場のイグニスという銘柄でありますが、こちらは垂直的な右肩上がりをこのところ続けています。今日も大陽線、株価の方が9000円台をつける場面がありました。終値では8990円であります。スマホ向けのゲームですとか、それからアプリなどを作っている会社であります。こちらは連日の大商い、大相場を演じています。今日東証一部を牽引してきた銘柄、やや陰りが見える中で、新興市場で材料の出ている、それから業績が好調な中古型株といったところに買いが向かいました。それではここで来週の予定を簡単にご紹介しましょう。来週11月21日から始まる週になります。まず海外ですが、この土日に APEC 首脳会議がペルーで開かれています。そして週が明けて月曜日21日、国内では10月の貿易統計などが発表されます。海外、アメリカの金利上昇中ですが、海外では21日月曜日にアメリカ2年もの国債の入札などが予定されています。来週の火曜日、国内ではスーパーですとか百貨店、小売関連の統計が発表されます。アメリカでは5年もの国債の入札ですとか中古住宅販売件数などが発表されます。来週の水曜日、国内は祭日でお休みです。海外ではヨーロッパの PMI ですとか、アメリカの住宅関連の指数、そして先般のアメリカ FOMC の議事要旨が公表されます。来週の木曜日、国内では景気動向指数の改定値、そして海外ではドイツの企業景況感指数などが発表される予定です。アメリカはこの日は感謝祭で、全てのマーケットがお休みです。来週末、国内では月末ということで統計ラッシュ、全国の消費者物価指数、それから特部の消費者物価指数などが発表されます。また年金ですね、 GPIF のこの市地区の運用成績が発表される予定です。海外ではアメリカは感謝祭の翌日ということで時間短縮の取引、そしてこの日から年末商戦が始まるということで、この日はブラックフライデーであります。以上、東証アローズよりお伝えしました。